村山海太、村山海太、村山海太、1896年、明治29年9月15日から1919 19年、大正8年2月20日は、明治、大正時代の日本の洋画家で、詩人、作家でもある。愛知県ぬかた郡岡崎町、現在の岡崎市中核生まれ、京都市上京区育ち、いとこに山本かなえ、画家、はとこに黒柳町、 水質化がいる。みなぎる、生命力を、大敗的、破滅的雰囲気をまとわせながら、海外に表した。ガランス、深い赤色、やや沈んだ赤色を好んで使ったことでも知られる。絵画は、愛知県ぬかた郡岡崎町にて、小学校教諭、村山康家とその妻、玉の長男として生まれた。岡崎町は、かつての岡崎城城下町で、 現在の岡崎市中核に相当する。従来の出生地の定説は、父親が教員を務めていたという神奈川県吉住郡神奈川町、現在の横浜市神奈川区であったが、岡崎市美術博物館の学芸員が親族への聞き取りと岡崎市役所に残された書いた出生届資料を確認した上で、2011年、平成23年12月に正しい情報を公表した。 岡崎町は、母、多摩の出身地で、谷助と多摩は、婚姻届を出したのは海田が生まれる2週間前であった。母、玉は、結婚前に、森大貝家で、女中奉公をしており、その縁で、大貝が、海田少年の名付け親になった。海田は10代から、ボードレールや乱暴の作品を読みふけり、施策も良くした。しかし、その早熟さ、デカダン、 大敗的な生活、貧しさや失恋による心の痛みなどにより、結核性肺炎を患っていた。また、同じ年に20代前半で溶接した点で、同じ洋画家の関根正治とよく比較されるが、二人の作風は全く異なっている。画家自身のほとばしる情念や不安を反映した、描いたの人物像は、器用ではないが一度見たら忘れられない強烈な印象を残すものである。 1919年、大正8年2月、カイタは、当時猛威を振るっていた、スペイン風にかかって寝込んでしまう。2月19日夜9時頃、カイタはみぞれまじりの嵐の中を外に飛び出し、日の改まった20日午前2時頃、畑で倒れているのを発見された。取り押さえられたカイタは失恋した女性の七度仕切りに、上言を言っていたが、午前2時30分に息を、 引き取った。まだ22歳の若さであった。高村光太郎は、1935年、昭和10年になって、強くて悲しい日だるま、書いたなどと死に読んで生き急いだ若者を哀悼している。日本美術院の研究生時代から、書いた青年は、高村の工房に出入りしていい。以下に原文を記載する。ここでは、当人の略歴を主体にしながら、 死後の出来事や影響などについても記述する。絵画は、溶接した画家としては、比較的多くの作品を残している。全体として決して技巧的ではないものの、原色を多用した、けばけばしいとさえ言える筆致を特徴としている。庭園の少女、バラの少女、湖水と女など、よく女性を描いている。また、種の風景、新州風景、 松の群などのように自然の風景も好んで描いている。他方、合唱しながら地べたに置いた、卓発の器に向けて立ち小弁をする全裸の層を、ガランス、深い茜色を主張として描いた、尿する裸像などは、見る者に異様な情熱を感じさせるもっとも描いたらしい品として知られている。彩色しない、木炭画も描いている。もっとも、描いたは、 画家としての活動期間が5年足らずと短いため、作品数は絶対的に少ない。そのこともあって、現存する作品は相応の高値で小取引される可能性をはらんでおり、テレビ東京、海運、何でも官邸団に書いたの作品が登場した際には3000万円の評価額が付けられたこともある。しかもこれはオークションでのスタート金額としての評価であり、 実際には奥単位になる可能性もあるとの言及もあった。2018年、平成30年の秋、約100年間行方不明になっていた木炭が新州風景2枚が京都市内で見つかった。書いたの日記には、新州で木炭が50枚を描くという計画が記されており、そのうちの2枚と考えられている。また、2019年、 平成31年4月24日には、油彩画やパステル画など、未公開作品計128点が、京都府立第一中学校時代、現、洛北高等学校の同級生や、先生の家から他に見つかったことを、岡崎世界子ども美術博物館が発表した。同年6月1日から同館で開催される没後100年、記念展覧会で、初公開され、 この展覧会図録として、全作品集が刊行された。詩集、書いたの歌ヘルは、書いたの死後、友人たちによって、編集、出版された。収録された作品は、絵と同様、技巧的というよりも若々しい情熱と、率直さに満ちたものである。草の新平の詩人としての成り立ちに、大きな影響を与えているが、一般的には、 その絵画と比べると一番低く評価されている。村山書いたエピタフ、初心語者が2019年に刊行された。未刊の作品も多いが、短編、悪魔の下は、幻想、怪奇小説のアンソロジーなどに多く収載されている、相川哲也編、怪奇探偵小説集など、悪魔の下を含む書いたの文学作品を集めたか、 津源大水が書いたの生涯を描いた小説を加えた村山書いた短尾回帰全集、学研 M 文庫が2002年に刊行されている。両性愛者でもあり少年にあてたラブレターが品野デッサン館に資料として残されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。